レイルのゆきです。ロングヘアなんですけども、私のお客様は結構こうブラント感を好む方が多いので、基本的にあまり段差は入れずに、しっかりパツンとした重ためのロングが多いんですけど、その中でもちょっとこう動きがあるとか軽さのある雰囲気を出したいので、ちょっとこだわりの質感調整の仕方とかを今日はご紹介させていただきました。最近はちょっと軽めのロングも増えてきているので、本当にこう今日はボヘミアシーウォーターというのをつけたんですけど、それをつけるだけでちょっとスタイルが決まるような風にカットされているのと、あとはちょっとこう顔周りを作ってあげることでいつもと違う雰囲気が楽しめるかなと思います。